こんにちは。中小企業の動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて今日のテーマなんですけど、2023年、YouTube 使って、ビジネス活用していこうと思ってらっしゃる方に、今日の動画をお届けしたいと思います。対象となる方ぜひ最後までご覧になってください。さて YouTube チャンネル、これからやろうと思ってる人っていうのはチャンネルを持っていないか、もしくは持ってるけども全然動画上がってないと、一本も上がってないという状態の方なのかもしれませんね。まあほとんど大体そんな方を対象にして今日お伝えしてます。で、YouTube チャンネルを作るときっていうのは、2つチャンネルの作り方ありまして、個人のチャンネル、もしくはブランドアカウントっていうね、アカウントがちょっと違うんですね。で、ビジネスでやる場合は、ブランドアカウント、こちらの方を取得して、YouTube チャンネルをどんどん活かしてください。さて、YouTube ってそもそも何なのかっていうと、あなたのテレビっていう意味なんですよね。つまり自分のテレビ局持てますってみたいな感じなんですけど、僕の認識の中では、テレビ局っていうものが YouTube で、そして YouTube チャンネルというのが番組というふうなイメージなんですね。はい。なので今いろんな YouTuber の人たちや、まあ、いろんな趣味番組をやってらっしゃる方もおられるんですけど、これ本当全部番組なんですよ。で、番組ということは誰に向けてこの情報を今後発信していくのかっていうことを決めていかないと、本当情報がバラバラになってしまうんですね。特にこうビジネス活用するということは、やっぱりお客さんという人が大体イメージされてると思うんですけど、そのお客さんに向けてどん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 伝えることによって、だんだん認知されていって、あ、このチャンネルすごいためになるよとか、この人が言ってることっていうのは、ね、結構、いいこと言ってくれるとか、ためになるとか、役に立つとかっていう、そういうようなところからどん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 こう不安化していって、チャンネルをさらに見たり、ホームページ見てきたり、問い合わせにつながろうという意識っていうのがどんどん上がってきますので、誰っていうものをちゃんと決めて情報発信するということがめっちゃ大事なんで、ぜひそこやってみてください。私もね、たくさんのチャンネル持ってるんですけど、稼働してるのは2つだけで、あと全部全然動いてないんです。なんでかっていうと、誰っていうのを決めたチャンネルではなくて、自分がなんか思いつきで作ったチャンネルだからです。はい。こういう経験がありますので、ぜひ、誰に向けてのチャンネルなのかを決めて、はい。これからの動画作り、励んでみてください。はい。それではまた明日。LINE 登録お願いします。概要欄を見てね。